2時半ぐらいに破水して病院に電話したら来てくださいっていうことだったので、病院に向かってますが、別に陣痛もないし本当に生まれてくるんかいっていう感じですが、でもね、破水はちゃんとしてるわ。2回目ぐらいのやつは、うん、ちゃんとドバって出たので、うん、何か別にそんな昨日激しい運動もしてなかった、してない、いきなり起きて、内心グリグリされたんだけど、子宮膜剥離っていう方法らしくて、手で子宮口を柔らかくする処置らしいんですけど、予期せぬ痛みでした。土曜日の10時半ぐらいかな、朝一番に先生に見ていただいて、全然子宮口も開いてないし陣痛も来てないっていうことで、もう破水しちゃってるから促進剤を少しずつ投与しましょうということになって、まずは子宮口を柔らかくする薬を少しずつ飲んでいくらしいです。今朝ですね、まあ今午前中朝なんですけど、まあ、寝てて起きたらすぐに緑から電話かかってきて、ちょっと予定より1週間ぐらい早いんですけど、まあ、昨日もちょっと喋ってて、なかなかベビーちゃんお腹の中で心地よくしてるねっていうふうに言ってた、そうさなかでしたから結構びっくりしてるんですけど、で、まあ、急いで僕も迎えたいと思います。夕方の5時ぐらいかな、だいぶね子宮口が2センチ空いてたらしくて、陣痛っぽい感じになってきました。結構痛みを耐えるのが辛いかもしれない。ちょっともう寝てる方が辛いので座ってます。10だとしたら、10じゃないな、ちょっと10が分かんないんだけど、8だったとしたら今多分マジで0 2とかかな。骨盤が広がる感じがするのは気持ち悪いぐらいで、本当に幸せです。本当に体中が全部震えて、感じたことのない痛みでした。下がってきてくれてよかったです。子宮口も8センチまで広がりました。嬉しいです。頑張れ。つらかった。全然来ないからすげえ心配したんですけど、どうですか、実感湧いてますか？全然だってもう頭に出てる時に本当って書いちゃうもんだって本当だよ。なんか全然想像してたのと、その無痛だからか全然なんか雰囲気違うじゃない。そうなんですよ。
まあ、1日約1日まだ一応今日の午前12時半に生まれてきたのでまだ1日経ってないんですけど、もう全然普通に私は暮らせてるというか、生まれてくるまでは麻酔出てから3時間半ぐらいで結構安産でしたね。早かったっていうふうに言われましたし、本気で生きんだの10回ぐらいなんじゃないかな。それでプルンってプルンってプルンって出てきてくれました。こんなプルンって出てくるんだと思って、そこまで切らずに済んだって、このぐらいしか切らなかったらしくて、うまく赤ちゃんがくるって出てきてくれたみたいですね、はい、もちろんちょっと切ったんで今もまだ鎮痛剤飲んでないと痛いは痛いけど、でも全然歩ける感じ。明日からは母子同室でここで赤ちゃんと一緒に過ごせるらしいんですけど、ちょっと今日の小屋にやってきました。ミルクとうんちして今しゃっくりしてます名前どうしようかな、2日目にして昨日と全然顔が違うの、違うもんね、一気に大人になった感じするよね。で髪の毛ふさふさじゃない？めっちゃふさふさ。いやもうこの病院マジでレストラン並みの朝食というか、レストラン並みのお食事。全部こんな感じでいただいてました。練習やん。やっぱり今すぐ行ってくるから。